俺はねちょっとあのー、まああのー、重い感じ俺にとっては俺にとっては重い感じうんあの孫、ー、子ってみんな知ってる孫子ってニコ生であのー、ニコ生で あのずーっと配信してる人気配信者だった孫子がふわっちン最近来てるんだけどあのなんつうかねその俺はちょっと今孫子に対してすごい怒ってるんだよ結構マジな話であのなんか今孫子がそう練馬ザチャンネルなんだけど付き合い古いのね実は俺があのニコ生始めた時からずーっと 実はその顔出し配信者だったんだよ孫子はだから孫子っていう名前の前からずっとあの付き合いがあってで実は俺がニコ生で最初に一番最初にバンになった時にあのアカウント貸してくれたのも孫子だったのね、まあ、今で言う孫子なんだけど、うん、付き合い長いしまあそのなんだろうなまあ付き合い長いんだよ正直 アイテム大丈夫ですありがとうございますでまあ今白血病なんだってうんいけるか死ぬかその半々なんだってねえもう本当にやめてくれってこの前も放送で軽く話したんだけどうんまあまあ相手も俺のことさネタにしてるからまあそれならねちょっと気使ってたけど結構本気で怒っててうん あ向こうも配信者だし俺も配信者だから言わせてもらうんだけどあのー、なんつうのかな今ねそのまあその彼がその白血病になったのを向こうのリスナーがその和道の呪いだっつってまあふざけてんだよ別にねなんかそれで村主も盛り上がってるしなんか向こうのリスナーもちょくってるけど 俺は気分よくねえんだわ正直、うん、付き合い長えし配信外でもやり取りしてたし、うん、最近知ったのね、うん、結構前から2週間ぐらい前からあの白血病だったらしいんだけど俺は知らなくてそれを全然見てなかったんだよで、うんね、もう1時間ぐらいさっきコメントでバチバチやったんだけどもうやめてくれっつって 俺は、その、孫子の、その、不幸とか望んでねえし、一回も。もうそういうのもネタにするのも嫌なんだよ。そういう。そう。それを、向こうのバカのリスナーどもがね、笑ってんだよ、それを。いや、許せねえよ、本当に。孫子は、ね、自分のこと自虐ネタとかやるから、 ワドの呪いだよとかやって言ってるけどそれを笑ってるやつらどうなんだよ本当に。うに、ん、俺はそんなこと望まないし人の病気とか誰も呪わないし <laughs>、うん、それがそのなんだろうなそ,そんなもの望んで何が配信だよって 俺はそういう配信のやり方は俺絶対ないと思ってて俺は正直その孫子の今の発言にも向こうのリスナーにも俺はないと思ってる正直本当にあのその俺はずっと我慢してたやんで 言おうと思って向こう側空開くタイミング待っててずっと訴えてきたの結構本気で怒ってて今回の件はすげえムカついてでまあそれでも,もう言っても聞かねえからじゃあもう俺も言わせてもらうわってずっと我慢してたけどって人がその 生きるかか死ぬかっていう時にね、別に何だろうそのずっと付き合いやってさ友人だと思ってたやつのこと俺は絶対呪わねえし気分悪いよ正直和道の呪いだとか言ってなんんで俺が呪うんだよそういうのでなんか笑ってるのって俺日本人のすげえ卑屈なところだと思ってて。 なんで俺がさ、友人だと思ってたやつを呪うんだよ。すげえムカつくし、すげえ悔しいよ、本当に。俺知らなかったんだぜ。で、別に、本当にそれ知ったときに、今から行くっていうふうに本当に思ったし、でも、その無菌室にいるから、うん、目はかかるって言われたから、うん、それに、俺は生きるから大丈夫だって言ったから、それ信じてるけど。 うん、俺は正直そういうのはないと思っててうん俺は誰も呪ってないし別にそうやって茶化してるのも分かるけどノリとかでワードの呪いだワードの呪いだっつってでもそんなさそんなのねえだろ いやそれをずっとコメントで伝えてたんだけどコラボもしないまあコラボできないよね病院にいるんだからだったら俺も配信者だから向こうが配信者でそれをネタにしてるんだったら俺もネタにさせてもらうよコメントでいくら言っても伝わらなかったからでも俺は正直あの配信はないと思うよ俺はあの孫子の孫子のっていうか 誰誰のことも呪ってないし誰かに病気になってほしいとか誰かに死んでほしいとも思ってないのうん孫子のことそうそれをはっきり言わせてもらうよ、うん 俺は孫子に病気になってほしいなんて思ったことないし、一回も。本当にない。そういう風に冗談でも言われるのは心外だよ。でもそれをネタにしてリスナーが、ね、孫子のこと呪ってるの解除してくださいとか言うのも無傷が走るんだわ、俺は。俺は正直嫌なんだ。心配だから。ごめん、コブセル。ちょっと別の枠で話そう、それは。ごめんね。 今大事な話してるからごめんね俺はその孫子にも怒ってるし孫子の周りにいるやつらも怒ってる特に周りにいるやつらどうなのっていうそれを言って笑えるのっていう白血病嘘っていう疑惑もあるよ別に嘘だったら嘘だったでいいよ俺が騙されただけだから 誰も知らねえんだから。うん。別にそれでいいじゃん。嘘なら嘘でいいんじゃないそれは孫子が自分でその帰ってくることだから、自分に。あいつ嘘つきなんだって思われるだけじゃん。それは配信者として別に自分が受け受け取るだけだし、支援してた人が、あ,あバカ見たなって言って、もう応援するのやめようってなるだけじゃん。そこは知らん、俺は。少なくとも、あの彼は俺に向かって今、白血病で苦しんでるっていうことを言ったわけだから。 だから俺はそれを信じるよ、うん。こんばんは。俺はそれを信じるよ。それを裏切られたら俺がバカだったなで終わりでいいじゃん。誰も知らないんだから。誰も苦しんでなかったんだな。て。あだまされた人がいるんだなーってそれでいいと思うよ。だけど俺は正直その病気のことをネタにしたりとか自分のことだったらいいかもしれないけど、うん、例えばさ 俺が病気になったのは誰々のせいだって言ったらはあってなるでしょみんなならない俺が病気になったのは誰々のせいだって言ったらさえそれ関係なくないってなるじゃん誰々の呪いだとか言ったらさ笑えねえよそんなの、うん、俺は正直そういうのはないと思ってる、うん、言っていいことと悪いことの なんか、どを超えてると思ってるの、正直。うん、機嫌悪いんじゃなくて、すごい怒ってるね、その孫子に対して、コプセル。うん、すごい機嫌が悪いっていうか、正直、あの、すごい怒ってるね、俺は。んこれを見て、誰が笑えるんだっていう、その、それを笑ってるやつにも、虫しが走るし。 うん。ど、どうなんだろうね。うん、いや、腹立つよ。うん。俺は誰も呪ってないよ。いや、あの、最近は、は要は体調悪くて、ゲホゲホ言ってて、まあ、知らないよ。その、本当のことはわかんないけど、顔出し配信者じゃないから、せき込んでたのは事実なんだけど、次の日、枠開いたら、 なんか大病患ってるから緊急入院になったってでその3日後の配信で白血病が発覚したっていう配信になってるのよ俺はだからそのことを知らないでずっとやっててでそのなんか和道の呪いとかなんか変なリスナーから最近ここ最近ちょっかい出されるなと思ってブロック入れてたのなんで何のことだろうと思ってで「あの孫子の枠見に行ったら俺白血病になった」っつってその「 過去の放送全部見たらその点滴打ってるとか今病室にいるとかナースが来たからっていうことでやってそれはでやっと謎が解けたのああ孫子のリスナーだったんだと思ってうんいや病気で配信するのはいいかもしんないけど a d がコメントした時のリスナーの反応いやだからもうなんか偽善者とか詐欺師とかなんかもう古ぼっコにされたけど関係ねえと思って俺は孫子に話があるから言ったんだよ うん、そうそう病気を人のせいにするのは人病気を人のせいにするっていうかそうじゃなくて俺は孫子のこと友人だと思ってたのプライベートでプライベートっていうか会ったことはないけどあの彼が授業をやってるときに裏とかでずっと時間割いて手伝ったりとかしてたし付き合い長いから俺は友情があると思ってたの彼に、うん、だけどなんで俺が孫子の その白血病になった俺が呪ったことになってんのか全然理解できないよ冗談で言ってたとしても笑えねえよそれ笑ってるやつにも虫無視図が走るよ正直、うん、そういう人の不幸で笑うやつは最低だよ、うん、そう思わねえ俺は嫌いだ正直あの配信は、うん、すごい すごい嫌だ俺は見てて気分が悪いだから人が集まんないんだよ「アイワード2、はい、バフライテールいらっしゃい」うんだから配信でも散々言われたからもうずーっとネタにされてるから、うん、だからその呪いっていうのだけ訂正しろって詐欺師だとかハゲとかなんだかんだとかロハコさんとキスしたとか別に言っていいよってただ そのなんで俺がお前の、ね、病気を願うんんだよってなんでお前に病気になれって呪うんだよってそれだけは訂正しろっつっても訂正しないっていうからじゃあもう何でもいいわっつって、うん、ただその俺は認めないからねっつって友人だと思ってた人の病気なんて俺は病気になれなんて思わないし、うん、そういうふうに広める。 で笑ってるっててるうううのもどうかと思うし配信者としてそれを笑ってるリスナーもどうかと思う俺はそういうリスナーさんとは悪いけど付き合いはできない、うん、そ,そんな配信見たくもないしすごい侵害だわ、うん、すごい嫌な気分になる見ていて 俺は誰かに死んでほしいとか思ったことないし。うん、できれば見てくれてる人に,に、なんかみんな少しでもハッピーになったらいいなーとか、幸せになったらいいなーとか、なんかちょっと笑いが起こったらいいなーっていう気持ちで配信やってんのよ。一生懸命。うん、少しでも、ほんのちょっぴりかもしれないけど、すっきりしたなーっていうふうに思ってもらいたいから一生懸命配信やってんだよ。うん 諸君いらっしゃい、うん、孫子っていう配信者がいてその人が白血病になったのねでそれは和道の呪いだっつって笑ってんだけどすごい古い付き合いがあるのねだからそういうふうに言わ,言われるのがすごい嫌だっていう俺はその孫子のね生きるか死ぬか50%なんだってそれで、ね、まあ嘘なんじゃないかとかいろんな話もあるけど俺は 嘘かどうかっていうよりもそういうなんかなんか人の不幸をの望んでないし、うん、なんで俺が孫子のこと呪わないといけないんだっていうその気分が悪いのねすごいうんそうそうそう俺がそのじゃがいも王子とリス・ワン争ってた時に孫子が悪ふざけでジャガイモ王子を応援しようってなったんだよで俺がブロックしたの頭きたからでその日に白血病が発覚したんだよ それで「和道の呪い」っていう風に言い始めたんだけどずーっと言ってんのよ。で俺はブロックしたから知らなかったの彼のこと。そう。で久々にブロック解除してもうほとぼり冷めたから見に行こうと思って行ったらなん,かばなんか病原菌が来たとか,なんかバイ菌が来たとか呪いが来たって騒いでるから何のことだと思ってでその前からなんかリスナーのね損失リスナーがなんか呪い呪いって騒いでたのブロック入れてたんだよ。よく分かんねえから。なんかうぜえなと思って。 そしたら、要は、向こうでは、もうその白血病になって、精子がね50、50%だってなってんのを、ワドン呪い、ワドン呪いっておちょくってんだけど、俺からしたらふざけんなって話なんだよ。うん。そうそう、孫子は今、白血病で病院で入院中なのねそう。で、俺は、その、なんだろうな。俺は嫌なんだよ、そういうの。笑えねえよ。うん。 自分の不幸を笑ってないとっつうかさそれはさきついぜ俺は、うんうん、俺の身にもなってほしいよほんとにじゃあ孫子が死んだら俺が殺したことになるのかよなあ友人だと思ってたの俺が呪い殺したことになるのかよさ 笑えるかよ、そんなの。ふざけんじゃねえよ。そう、それ、そういうコメントで今、おちょくってる奴ら、どういう気持ちか考えろよ。じゃあ俺が殺すのかよ、孫子よ。ふざけんじゃねえよ。気分悪いよ。友情だと思ってたの何なんだよ。 白血病のリスナーさんんだだっているんだよもう死んじゃったけどふざけんなよマジで気分悪いよいやマジで気分悪いよ白血病って聞いて 今かから行こうっって言って言「病原菌来るな来るな」って,って何のこと?」っつって「いやお前のせいで白血病になったんだよ」とか言われてふざけんじゃねえよ本当に。マジで。 自分の発言でどれだけ人のことを傷つけてんのか考えろよ何でもいい言っていいと思ったら大間違いだぞ配信で孫子リスナーに言ってんだよ孫子と見てんだろ クズども。俺のリスナーに言ってねえかんな。そうしてリスナーに言ってんだかんな、そのと気分悪いよ。マジで。マジで怒ってっかんな、俺。 いろんな人がいるんだよ配信見てる人には孫子の放送を見て気分悪くなるやついたらどうすんだよなあネタにしいい範疇とネタにしちゃいけない範疇ぐらい配信長くやってたら分かるだろうこういうバカが出るんだよこういうバカが。 コメント欄見てみろよ。こういうバカが出るんだよ。呪い殺した和道とか、人殺しだとか。こんなの笑えるかこんなの笑えるかこういうバカがいるんだよ。笑えねえよ、こんなの。クズだよ、こんなコメント。反省しろ、マジで。 今白血病で戦ってる人どれだけいると思ってんだよバカだろ本当にやっていいことと悪いことの範半周超えてるよ見ろこれ恥さらしてんだぞ偽善でも何でも構わねえわ気分が悪いっつってんだよ 俺は誰も呪ってねえよ。気分が悪いっつってんだよ。人の病気を自分のせいにされてよ。俺は孫子の病気なんか望んでねえよ。殺そうなんて思ってねえよ、一回も。知らん。 俺は本人から俺は白血病になったって五分五分だって言われたからそれを信じるよ無駄だろうね翔くんねただ俺はあのそうそうバレーニャさんありがとうそう 自分たちの中でやってくれ。もう、俺のところに来ないでくれ。損死リスナーは。悪いけど。あの、気分が悪い。見なくて結構だから。悪いけど、うん。俺は誰も呪い殺さないし、誰も呪わないよ。気分が悪い、正直。病気の人でね、楽しみに放送を見てくれてる人もいっぱいいるんだよ。 小学生じゃねえんだから、和道の放送を見たら、病気になるぞ、死ぬぞとか。くだらねえよ。レベル低いんだよ。ほんとに。そんなん笑えねえわ。全然笑えない。あ、アイテム大丈夫です。すいません。うん、いや、呪いはあるよ。 あれのり一つで全然面白くねえよクズだよクズ人の不幸で笑うの嫌いなんだ俺いや傷ついだよ正直ずっと。 いや、知らん。俺は信じるから。本人が俺に対して言ったわけだから。俺は命半々だって。今も抗がん剤でって。ツイッター見てみたら全部書いてあるから。俺はそれを信じるよ。いや、もう付き合いが長いから。で、ずっと言ってるから。もうやめてくれってずっと言ってんだよ、俺。うん。もう気分悪いからやめてくんねえかって。 別に、俺がやったこととか、俺の枠内で起こったことはネタにしてもらっていいよ。あいつバカだなとか、あいつハゲてんなとか、あいつどうだなって言っていいけど、俺は別に孫子のこと呪おうとも思ってないし、孫子死ねなんて思ってないし、孫子の不幸になれなんて一回も思ったことねえよ。一回もないよ。それをさ、呪いだの何なの、たたりだのって言われたらすげえ気分悪いよ。うん。 ああ、そうだね。ごめんね。なんかコプセルさん気分悪いよね。俺の放送見てて。もうずーっと我慢してたんだけど、3日ぐらい。わからん。そうそう。白血病が嘘か本当かっていうのは彼の問題だから、嘘ついてもう30万、40万で見つかれてるわけでしょ。で、それが嘘だったらもう取り返しがつかないよ。リスナーさんの信用返ってこないよ。だし、あのー、俺に対して、 俺に、直接、ワードって俺白血病なんだって命半々なんだって言ったのは俺は信じるから。それでいいじゃん。別に嘘だったら、ああ、俺が騙されたバカだったって。でもまあ、損死ななかったらいいんじゃんって。もう俺は縁切るけどっていうだけだから。だから嘘か本当かじゃないんだよ。本当を前提にして話してんのね。うん。何がしたいのか全然わかんねえよ。全然わかんねえよ。 見てごらん。俺のタイムシフト。孫子のタイムシフト。ずーっとやりとり残ってるから。コメントも。うん。向こうのリスナーにどんだけ馬鹿にされたのか。俺はやめてくれっていうことを一言言いたいだけなの。孫子の、さっきまでタイムあ、残ってるから見てきな。うん。ましてや、向こうのリスナーにさ、和道のリスナーがどうのこうのとか言われてんだよ。もうクソだなとか思って、本当に。 俺はさ、孫子のリスナーに関してさ、クソなんて言わねえよ。だけど、その病気の件に関してはクソだと思うよ。うん。釣りとかだったらもう無理だろうね。配信会に入れないだろうね。うん。何なんだろうね、ほんとに。いや、こういうバカが出るんだよ。いや、ほんとに不快だよ、俺は。 うん、本当に不快だよ。うん、まあ、それだけ言いたかったんだわ。ごめんね、なんか。なんか、全然関係なくて、孫子を知らない人もいっぱいいると思うんだけど、俺は正直、あの、もうずっと言われてても、まあ、お前の言うことなんか聞かないっていうふうに言われたから、別に、放送なんだから何言ってもいいんだろうって言われたから、じゃあいいよって。俺は、その気分悪いから、あの、俺は孫子のこと呪ってないっていうのをちゃんと言うから。 病気をネタにして笑ってる奴らは何千何万といる難病戦ってる本人だけじゃなく支えてる家族全てを馬鹿にしてることになるんだからな。そう。そういうことよく考えたから発言しよう。クソ配信者とクソリストなともそう。俺は本当にそう思う。あの、配信で言葉っていうのは人を救うこともできるけど、暴力にもなるんだからね。 人一人、人一人の発言で死ぬ奴もいれば生かすこともできるんだよ。うん、ないと思うよ、俺は、うん。俺はとにかく気分が悪い、うん。俺は友人だと思ってたことの奴は呪わないから。そう、言霊あるんだよ。はい、こんばんは。綺、う、麗、ん、事じゃないよ。 お前らみたいなのが笑ってるんでしょそうやって。人の不幸で。人の不幸は蜜の味なんでしょうバカだよ。うん、バカだよ、うん。本当のバカだよ。本当のバカだよ。 私も知れだよな綺麗事言ってんじゃねえ気分が悪いっつってんだよ、俺は。俺は綺麗事を言ってんじゃねえよ。気分が悪いっつってんだよ。綺麗事言ってるかバカなの。話をちゃんと聞けよ。俺は気分が悪いっつってんだよ。怒ってるっつってんの。俺、住所を公開してるよ。 わかんないけど。お前ら孫子が死んだ時笑うんだろうな。俺は言っとくけど笑う気なんかねえぞ。孫子が本当に死んだら。お前ら笑うんだよな。な。お前らはクズだよ。お前らはクズだよ。 人じゃねえよ。俺は笑えないけどね。人が住んだら。悪いけど。 いや、どうしようもないのがいるんだって、本当に。笑えない。うん。それを笑ってる奴らも笑えない。自分の家族がそうなった時笑えるか所詮他人だからそうやって思えるんだよ。自分が好きな人がそうなった時笑えるかたまこさん。笑える自分の親とか子供とかが白血病になって。 誰々の呪いだなって言った時そうだねって言えるか言えるか言えるのかたまこさん。自分の大事な人が誰々の呪いだわって言った時そうだねって言えるかあるよ、詐欺の前科。俺は笑えないし怒るよ。それは言っちゃいけないんじゃないって。 自分の身近な人だまあだから身近な損失だから言ってるけど、それはやりすぎなんじゃないの別に他の人の呪いだっつってのも俺違うと思うよって言うよ。たまたま自分が当事者だっただけで。例えば、誰々さんのせいだ、誰々っていう有名配信者のせいだっていうふうに言ったらそれちげえだろって言うよ。うん 他人だから死んでもいいんだ。まあ、君にとってはそうかもしれないね。孫子はずっと俺のリスナーだったんだよ。だから俺にも責任あるんだよ。笑えないよ。ううん。孫子っていう配信者。 ネリマザチャンネルとか練馬チャンネルっていうふうにやってる人ね俺は孫子が死んだ時笑えないけどねまあ生きてても笑ってないけど気分が悪いよ俺が孫子のこと殺したみたいでのんちゃんわかる そういう考え方もあるかもしんないけど、取り巻きの笑ってる連中のリスナーのこと見たら、俺は全然笑えないよ。自分で言われたらどう思うのんちゃん。こういうマーシャルとかさ、もうクズじゃん。うん、全然笑えない。俺はそうしのこと少なくとも大事に思ってるから、全然笑えない。思わないでしょタまコさん。だから俺は怒ってんの。 笑えねえよってそう呪いとかた,たりとか訂正してくんねえかって他のことは別に何言ってもいいけどそうそう熱湯喪主様のことねうん気持ちが悪い本当に俺は気持ちが悪いよ気分良くない正直 そうトレーニングとか、ね、配信のリスマンのこととかで頭いっぱいだったから知らなかったのは申し訳ないと思ってんのねう全然放送見てなかったからうんうんそうそうそう、うん、病気で苦しんでる人たちが見てさあ私と同じ境遇の人がどうやって頑張ってるんだろうってどういう風に命と向き合ってるんだろうって放送を見てさ「白血病」っていうタイトルで。 人のせいにしてるってなんだこれってなるでしょ、うん。まあ、偽善者と呼んでもいいよ、別に。俺は腹が立つって言ってんの。うん、俺は気分が悪いって言ってんの。孫子に対して、孫子のリスナーに対して怒ってるだけだから。ふざけるなって。うん。うん、語って何をしたいの語って何をしたいんだろうね。怒ってるんだよ。どっかにぶつけたいんだよ。 うんいや見なくていいと思うよ本当に初見に広まるぞ全然知ってるもん隠してないよ俺はうん俺詐欺のこととか全然隠したことないようん、うん、俺は思ってないよ、うん、白血病のリスさーが孫子の放送で元気をもらってるって言ってたうんいや最近発覚したんだってミキティ いやー、マジで気分悪いね。うん、<laughs> いや、違う違う、呪いがどうこうっていうことじゃなくて、それを言われたら気分が悪いっつってんの。いやだよ。うん。うん。<laughs> そりゃそうでしょ。 俺は正直気分悪いね、うん。とてもじゃないけど、彼の放送を笑って見れない。悪いけど。あれを笑ってる人間はクズだと思うし。普通に。うん。俺は最低だと思ってるよ。一回、この枠でも忠告したんだけど、コメント打っても聞いてくんないから。そういう風に呪いだとか言われるのはちょっと心外だっていう風に言わせてもらったんだけど。うん。お前の放送マジ気分悪いや。見なきゃいいんじゃないの 俺が来てってお願いした鶴。俺が俺の放送見てくれってお願いしたお前が勝手に来たんだろ今すぐ帰れ。二度と来なくていいわ。会われるのも失礼だよ。会われるのも失礼じゃないよ。全然。俺はこのまま死んだら気分悪いよ。一生心にトラウマ残るわ。うん。半分死ぬっつってんだから。だろ俺が死んだら俺が呪い殺したみたいで一生嫌だよ。俺は気分悪いよ。 うん、5分ぐらい前、うーんと俺が放送枠開く5分前ぐらいまで放送したがタイムシフト残ってるはず。ふわっちやってるよ。その配信者は。孫子。うん。やめてくれって2回3回ってお願いしてんのよ。枠でもお願いしてるし、向こうのコメントでもずっとお願いしてんの。今日ずーっと90分間ぐらいずーっとお願いしてたんだけど。それでもケタケタ笑ってるから。バカどもが。 生きてようが死んでようが気分悪いよ。抗がん剤で髪の毛抜けてんだろ苦しんでんだろ。俺が望んだのかよ、じゃあそれ。望んでねえよ、そんなこと。俺は誰の不幸も望んでねえよ。ふざけんな。言いがかりにも程があるだろう。じゃあ、白血病の配信者の人がいて、でね。 あの、それを俺知らなかったんだよ。まあ、昔からの友人3年ぐらいの、ずっと配信で関わりのある配信者だったの。で、その人が和道の呪いだっつったの。俺が白血病になったのは。で、まあ、それを俺知らなかったのね。で、なんかちょいちょい変なリスナーから、なんか呪いを解けとか、なんかお前のせいで孫子は死ぬんだとか、わけのわかんないこと言われてたけど、ブロックしてなの。なんだこいつらと思って。で、その、3日、4日ぐらい前かな。久々に孫子の枠行って、 普通に会話してて、なんか病気になったんだ、つって。えって知らないんだけど、つって。そしたら白血病で、命五ブ五ブだ、つって。今、抗がん剤打ってると。で、お前の呪いだよって言って、みんな俺のこと病原菌扱いしてんのよ。要は、また病原菌来たとか、呪いが来たぞ、とか言って。こんなん笑えねえ、つってんの、俺。ふざけんな、今すぐ訂正しろ、つってんの。笑えねえよ。リスナーに関しても、孫子に関しても。そう。笑えない、つってさ。 それで、もうずっとお願いしてたの。もう別に俺のことをネタにするのも構わないし、笑いのにするのは構わないよ、配信者だから。だけど、その件に関しては違くねえか、つって。友人だと思ってたわけじゃん。うん。気分悪いよ。死んでも死ななくても。そう。本当に気分悪いよ。うん。うん いや、冗談、言っていい冗談と悪い冗談があるじゃん、ゼンさん。俺は笑えないよ、この冗談。例えばさ、ゼンさんさ、友人だと思ってたやつにさ、ね。あ,あ、あいつ病気になったんだって、つって、白血病だって、つって、えつって、こう、ばって、一つんじゃん。ゼンさんね、イメージね。で、友人だと思ってたやつの病数ばって言ったら、5人ぐらいがあいつのせいで呪い殺されたよなって言われてたら、気分悪くね <laughs> 悪くね 笑ってたら、お前のせいで白血病になったわって。笑えるそれ。笑えねえよ、俺。うん、俺は笑えない、うん。正直。それはやめ、勘弁してくんねってお願いしてんのよ、ずっと。でもずっといじり続けるから。うん、いや叩いてるんじゃなくて、俺はずっと一貫して言ってんだよ。 もうその呪いだとか、ただりとか、もう気分悪いから、ほんとやめてくれって。それだけなんだよ。うん。俺は孫子の不幸なんか望んでねえよ。一つも。うん。今から訂正希望します。俺はずっと訂正を望んでる。うん。そう。うん。ああ、わかんない。フグちゃんに何万プレゼントしたのか。誰だかはわかんないけど。 いや、俺に呪える能力があるとかないとかいう話じゃなくて、俺は孫子の不幸を望んでないっていうことよ。うん、そう、病院から配信してる人、みよさん。うん、だから俺は正直嫌だ。うん、それが俺の他の配信者の名前であったとしてもそれはないっていう風に言う。うん でこういうバカがさ、お前が殺したとかさ、お前の呪いだとか、こういうアホが生まれるんだよ、ネットって。バカが、バカがいるから。うん。でしょうん、俺は嫌だな、正直。うん。あーマーシャルね。孫子とかネタにつけたんだろうけ死んで当たり前のことしてるから、メシウまあそれは孫子のね、配信だから。 その、そういう風に思っちゃう人もいるっていうのは、前々から声聞いてるから、俺はそこの件に関してはいいけど、別に。まあ、それは彼の配信スタイルの問題だから。ただ、彼が本当に病気になったことに関して、お前の呪いだっつったら、俺は気分悪いよ、正直。うん、友人だと思ってたのいや、そんなん知らないでしょ。それは彼が配信でやってた業だから。彼がブーメランで受け取るところだから。俺がやってた配信スタイルじゃないから。 それは配信者として不謹慎なことをネタにしてたんでしょっていうのは彼が受け取るべきことじゃん。うん、いや、呪いはあるんだよ。心に残るんだよ。うん、いや、あんちは皆子供っていうか、だからそれが、こいつらが大人になった時、ああ、自分がなんてことをしてたんだろうって気づくから、孫子にはそういうのを広めてほしくないんですよ、青じいさん。 なんで俺バカなことやってたんだろうっていうのを気づかないんだよ。うん、いや、真面目に捉えるよ。うん、俺は正直心配だから。うん、普通に病気と戦ってほしいし、うん、また配信で絡みたいし。俺はずっと言ったことなかったでしょ。俺知らなかったんだよ、彼が病気じゃない。 あ、私も正直、え病気を私もネタにするの、はどうかな、とは思った、になってたよ。するのはどうかなでしょう。み <laughs> よちゃん。するのはどうかな、とは思ってたって、なったらそ、日本語訂正してそれ。するのはどうかなって意味だよね。するのはどうかな、とは思ってたわって。俺が悪いみたいになってるじゃん。みよちゃん、それ <laughs>、あの、誤解する人いるから。はどうかなって。 サリンで亡くなった人が白血病になったんだよ。まあ、それはさ、俺はそこまで言わないよ。うん。でも、そのサリンで亡くなった方の中には、その、ね、ふざけんなっていう思いの人もいたかもしれないけど、それは、その配信のことだから。うん。<laughs> まあ,あ、そんな感じですかね。すいません。付き合わせてしまって。なんか気分悪くしたリスナーさんほんとごめんね。なんか関係ないかもしんないけど、俺は正直、これはすごく大事なことだと思ったから、あの、配信者としても、そういう笑いは、笑いじゃないと思ってるし、誰かが傷つく笑いはダメだと思ってるから、うん。うん、俺は正直今の孫子を見てて、配信者失格だと思ってる。 そこを笑ってるリスナーも。そんなのは、誰も認めないと思うよ。誰かが傷ついてると思ってるから。うん、以上です。すいません、なんか。<laughs> すいません。あと最後にあの、孫子、闘病頑張ってください。元気に普通に配信ができて、ね、みんなを笑わせるような配信をしてください。 お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。